が魔法の言葉。皆さん、爆笑の手拍子よろしくお願いします。はい、大丈夫は幸せになる魔法の言葉。唱えれば思いは遠く、心は光出すよ。はい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 。心の奥が曇って、前が見えなくなった。土砂降りの中、道に迷ってたどり着けない。になりたい、さあやです。よろしくお願いします。
ーの優香が残念ながらお休みなんですが、今日は6人で精一杯頑張らさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。それではここでいくつかお知らせがございます。パッパラ。はい、私たちは今 NHK さんの恋する地元キャンペーンというキャンペーンに参加しています。そんな私たちランキングで今5位です。前は1位だったり2位だったりしたんで、また1位や2位になるべく皆さんに写真投稿やいいかんボタンというものをポチッと押してもらったりして、私たちの順位をもっともっと上げていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ですね、その写真投稿が、2月の2日、そうそう、2月の2日の6時まで、午後6時、うん、そうですね、午後6時締め切りということで、企画自体は3月の終わりまでやるんですけど、写真投稿は2月の初めまでとなっていますので、ぜひまだいい写真があるよって方は投稿してください。お願いします。お願いします。それでは次の曲に行きたいと思います。この曲は私たちのオリジナル曲ではなく、長浜市在住の方が作詞作曲をされた歌なんですけど、東日本大震災へのエールと歌っています。いいの、ちょっとうるさい。すいません。それで私たちにできること、私たち10代にできることは少ないんですけど、何か東日本大震災や大きな災害で私たちにできることといったら、手紙を書いたりとか、そういう、なんだろう、気持ち的なことしかできないんですが、その気持ちを歌にしていただきました。私たちの曲ではなく、ん ?2 回言ったこれ、そう、私たちの曲ではないんですけど、そう、元は虎姫の小中学校の人が、確か子たちが歌ってたので、私たちも歌わせてもらっています。リーの準備してきて、リーの準備してきて、いいですか。それでは聴いてください。地球風。
千葉花姫で伝えなきゃ。
なるんですけども、わー、ありがとうございます。ありがとうございます。改めまして明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。 ありがとうございます。いつまでもこんなにこうゆるゆるユニットですが、よかったら皆さんこれからも応援のほどよろしくお願いします。はい、というわけでですね、私たち一冬を越しまして、はい、一冬を越しまして冬休みという壁を越えまして、はい、今ここにいるわけなんですけども、はいはい、冬休みみんな何をしましたか。冬休みあゆ何でした。なんか冬の思い出みたいなの教えてほしい、はい、私あの花姫のスタッフさんにあの見てるんですよ、お年玉もらったんですよ。もらってすごく嬉しくて、で私はシャーペンがなかったんですよ。あのあるんですけど新しいのが欲しいなって思ったんですよ、はい、であのお部屋じゃないわ、あのお買い物に行って、うん、そのスタッフさんからもらったお正月じゃないわ、お年玉、お年玉でシャーペンを買おうと思ったんですよ、うん、ですごく可愛いマイメロちゃんっていうキャラクターがあるんですけど、そうマイメロちゃんのシャーペンがあって、うん、あこれにしようって思ってそのスタッフさんのお金で買ったんですよ。そしたらそれそしたらそれ家帰って早速使おうと思ったらボールペンだったんです。そう、面白くない。でもあるね、あるね。それもシャーペンコーナーのところにあったんですよ。それは間違っても仕方ないなって初めて聞いたよ、シャーペンもボールペンも初めて聞いたから、多分あゆちゃんはもうちょっと今年1年気をつけた方がいいかな。何をですか。大丈夫大丈夫、頑張って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 。はい、そんな悲しい冬でした。そんな締め方やるよ。ちょっと明るい、みんな明るい話してる。あ、じゃあリーヌ明るい話持ってみよう。どうぞ。私あの一冬ずっとみかんを食べてました。イエーイ、みかん、みかん食べた。え、みんなみかんで箱派。箱派マジで。でもうちのお父さん箱買ったらあかんってめっちゃ言われるの。あ、ネット、ネット、ネットあります。これじゃないんだ。え、ネットってある。ネットってある。あ、ネットってある。あー、そのネットか。サッカーまで入ってる。え、なんかこっちのネットだ。お時間が空いている方、私たちキャスターマフェブログ、ホームページ、ツイッター、フェイスブック何でもやっておりますので、そちらの方に情報が書いております。私全然覚えてないので、そちらの方をぜひチェックしていただいて、よかったら流動の方にもお越しいただけると嬉しいです。忘れたってことで、覚えて、ちょっと覚えてるから場所だけ。 ありがとう、場所だけは分かった方がいいかなと思って。ですね、はい、一つ、両方とも道の駅なんですけど、一つはアグリパーク流動、もう一つは竜王、鏡の里だったかな、当たってるかな、鏡の里、2つでやりますので、よかったらカーナビで一回調べてみてください。一回カーナビで調べてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
プッシュ